カバディ。ここ止めればでかいぞ。まだ流れはつかめてないか。まずは猫目野郎を潰さねえと。バカ、そこ敵陣近すぎ。いや、気づいてない。カバディ、ストラゴン。握ってる点全部落としてけ。カバディ、カバディ、ストラゴン。敗者の愚痴も周りの歓声も聞き飽きた。敗者。俺が行こう。初めての試合は緊張するものだ。あいつが異常なんだよ。どいつもこいつも。落ち着けよ。冷静にやらなきゃ。こんなでかくて速い人。カバリー。なんだ。こりゃいつもど。もらった。重さが消えた。まさか。悪くなかったけど、あれにやられるようじゃまだまだ二流だよ。カバリ、あぜ道、捕まるとは情けない。俺が王城ほどの肉体ならば倒されて。二人かかるなどに。カバリ、二点獲得。ナオキ、俺はまだ。ソーマ、怪我は敗北と同じくらい怖いものだ。ちゃんと治療してくること。ナオキンの部長の来た、来ましたよ、六弦さん。見てろ。あれ、音。ナオキン、4点獲得。あれ、ボーナス。カバディ、カバディ。笑ってる。カバディ、倒されればローナだぞ。カバディ、何も感じない。読みずれ。カバディ、六弦、かわしに行かないと。倒すのは危険だ。4人だと。その必要はない。カバディ、カバディに僕と1対1がやりたいのかい。ここしかないのだ。およそ3年だ。たもとを分かってから俺はお前を捕らえ倒すことが一番の目標だった。個人では最強のアンティとレーダーだ。一瞬だ、焼き付けろ。カバディ、強豪を選んで何が変わった。恵まれた体格、選抜選手の中で俺はひときわ目立っていた。なぜ勝てん。指一本でも掴めれば倒せるのに。六弦、その考えだよ。力に頼りすぎて。掴んだ。避けられた。いや、足を残して突っついた。足怪我してたんだろ、あの人。なんで怪我なんてしてたんだ。怪我。倒せるかとは思えねえ。王者、この3年どれだけ練習した。カバディ、ストラゴン。気をつかれた。その足の回転数。